川隆のラジオの時間。みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、はい、11月のね、11月といえばですね、まあもう私からするとすごい古い話なんですけど、大学の学園祭が割と行われてましてですね、はい、で大体11月の前半ぐらいは私立の、例えば早稲田とかああいうところが学園祭やってるんだけど、私が出た東京外大っていうのは11月のちょうど下旬、私が実はモンゴルに行ってる間に大体やってたんですよ。でいろんな国の料理店みたいな模擬店を出すんですよ、はい、だ中国だったら中国料理とか出したり、あとはその言葉を使ってお芝居をやって、語劇っていうんだけど、例えば中国語ので喋るお芝居をやったりっていうことをやったりして、で、まあ、僕らの頃は場所が北区西ヶ原ってとこで、まあ、こじんまりとやってたんだけど、今は府中の方の多摩霊園に近いのかな。で僕は別にそこの場所で学んだわけじゃないんで、もう20年前ぐらいに移転しちゃってるんだけど、実は今ほら僕らの年になると同窓会ブームで割と集まろうよ話が結構多くて、で大学の同級生とかそこら辺の何年かの先輩後輩も4年ぐらい一緒に過ごした人間が、僕はちょうどモンゴル行ってる最中なんだけど、みんな集まって、でその外大の、まあ、文化祭みたいなものに集まってなんか喋ってっていう話で、私はモンゴルから写真を送ってマイナス20度からこんにちはみたいな、その時日本は20度ぐらいあったらしいんだけど、というようなことをやったりしてると、なんかいろんなことをやっぱり思い出すね。だから本当にその学生時代までは外国というものに対して興味もあったし憧れもあって、でそこでパラッと授業もあんまり面白くなったし、就職で方向性を変えちゃったんで国内の仕事やってたけど、やっぱり結局50超えて海外不動産に出会って、今本業で会社を作って海外不動産の仕事をやって海外に行って、はい、やっぱり好きなんだね、異文化なんていうの、いろんな人と交流するっていうのが、もちろん言葉が通じる通じないって問題もあるんだけど、全然元気が出るね、コミュニケーションが、なんだろうね、やっぱりね、まあ、ボケないというかさ、世界が狭いという、いろんなところに行くこと自体がやっぱ楽しいね。大変なんですよ、やっぱり飛行機乗ってなんていうの、一個一個段取りして全部行って、空港でチェックインしてっていう一個一個の行為は結構めんどくさいんだけど、やっぱり行ったら行ったでさ、味わえる、なんていうのかな、だってそこにいるってこと自体が行かなきゃダメじゃないですか。そうですね。で行きさえすればすぐ味わえるわけですよ。でやっぱりそういうことを仕事にしてるっていうのは改めていいなというふうに思いながら、今日のじゃあ話題に行きますか。アメリカメジャーリーグっていう感じかな。そうですね、はい、はい。今回はスポーツアナリティクスの世界、ドライブラインによってプロとしての結果の差が格段につく時代に、大谷翔平さんも通うスポーツ分析とはというテーマです。はい、まあ、ドライブラインっていうのは、まあ、会社の名前というかアメリカにあって、10年ぐらい前かなに、要は今野球だけじゃなくていろんなスポーツの分野で一人一人の個別のデータを全部取って AI が分析して、あなたのスイングは例えば野球で言うとね、こういうところを伸ばしていったらいいですよみたいなことをちゃんとアナリティクスが分析するわけですよ。それで僕も全然そんなのは知らなかったんだけど、あるちょっとテレビのニュース番組見たらそんなのやってて、あ、ドライブラインってのが流行ってるんだと思って、で大谷翔平さんも、まあ、ロサンゼルスにもともとシアトルかなんかできたらしいんだけど、ロサンゼルスとかにもそういう施設があって、そこに行ってこう今ほらゴルフなんかでも自分のスイングとかがちゃんと見れたり、その球のね位置が自分のスイングだとこっちに右に曲がると左に曲がるとかっていうとかなんかも客観的に全部見れるようになったわけですよ、はい、そうするとどういうことが起きるかっていうことの話を今日ちょっとしようかなと。ドライブラインっていうのが流行りだしたきっかけは、僕が前ね、多分このポッドキャストでも言ったかな、アスレチックスっていうチーム、今弱いけどサンフランシスコのこっち側逆側のところにあって、藤浪がメジャーに行った時に、今もうちょっとオリオールズに
移籍しちゃったけど、最初入った球団なんだね。アスレチックスって弱い球団だったんだけど、そこにあるゼネラルマネージャーがいて、スカウト、野球のその新人をスカウトするのに、今までは見てスカウティングが、スカウトの人がこの人、この子いいからって言って、あの感覚と、なんていうの、まあ、データなしの経験値だけでやってたのが、データを用いてその人の長打率とか出塁率とかいろんなものを全部分析して、それで安い、年俸が安いチームなのにワールドシリーズ1回制覇したっていう。すごいですね。制覇できなかったのかな、でもしたのかなぐらいのとこまで行ったのよ。でそれが2000年ぐらいの話なのかな。で結構マネーボールっていう映画になって、僕何回も実は大好きで、はい、ブラッド・ピットで面白くて、あのよく何回も実は見てるんだけど、見てその時に、うん、見てみて、あの英語で見なくても大丈夫だからねでそれの時にひらめいたのは、やっぱり客観的に、ね、データ分析をするということが、あの可能な時代が伴ってこないとできないじゃないですか。結局データって、 AI って何によって支えられてるかというと、データ量が多いかどうかで決まるじゃない、はい、そうするとデータ量が増えれば増えるほど、 Google 翻訳が最初出た頃って何残っちゃこの日本語みたいな感じだったけど、今結構 Google 翻訳でモンゴル語から日本語に直したって結構な通じる日本語をこう表現してくれたりするわけですよ。ってことはこれ、データの数が多ければ多いほどちゃんと精度が高まると、それが瞬時にしてできるのが AI という技術だったりするじゃないですか。で、そういうところをスポーツの分野にも応用して、自分のなんかね、40箇所ぐらいにこういうものを、なんていうボタンみたいなのを体につけて、はい、でスイングしたり投球してみたりっていうと、まず何が分かるかというと、なんかね、平均値はね、一人だけだともちろん分かんないんだけど、もうデータ蓄積がもうそこの会社にはデータがもうとにかく、まあ、一流選手から何からいろんな人のデータが入ってるわけよ。そうすると何が分かるかっていうと、あなたは肉体的にどこの位置づけですら分かるようになってます。位置づけ、うん、要は普通あなたの今の実力は波以下か波以上かっていうのがまず分かるから、どこを目指すんだったらこういうことをやった方がいいですよっていうことが分かると。ということで、これって多分ね、実はね、高校野球とかでももうやってんじゃないの、もしかしたら。いや、僕は詳しくないんだけど、要はそのコーチの経験と勘とか、監督の経験と勘だけど、お前はこうしとけっていう、もう時代じゃなくなったじゃない。でやっぱりゴルフもそうだけど、自分でスイングチェックとかも全部できるわけよ。でもちろんそれも人に見てもらったりいろいろするんだけど、そういうものが理にかなってきたようなことをやると、まずすごくいいのは、日本のプロ野球の選手とかも今年ね、あのワールドベースボールクラシックで活躍した近藤健介っていうね、大谷翔平さんの一個上の、日本ハムにいたんだけどソフトバンクに移った、あのホームランを取ったんですよ。26本なんだけど、はい、でそれ、ま、前の年が11本ぐらいしか打てなかったのに26本急に増えたの。これはそのドライブラインに行って、自分のその位置づけが分かって、でここを努力すれば長打力ができますよってことも全部分かったらしいのよ。もちろん一般に公開されてないけど、そこに行った時に大谷翔平のデータも見れるんですかって、なんかそこはなんかその人には教えてもらったらしいんだけど、やっぱりね、半端ないところの位置にいるらしい。全然メジャーの中でもすごいところにやっぱりいるらしい。でも彼の目指すところはもっとすごいところにやっぱりあるんで、それで着実にそれに向けて自分の普段の生活、例えばね、ピッチングの前とかのルーチンで壁、外野の壁に向かってこうやって後ろ向いてこう投げたり、見たことでしょ、はい、あれってなんかピッチャーにとってみるとものすごくこのここの筋肉のためにものすごくいいらしいのよ、とかいうのをちゃんとルーチンとしてやっているとかっていうのは、ただただやってるんじゃなくて、そういうところからそのトレーニング方法とかも組み立てて、だって大谷、もう大谷くんじゃないよね、大谷さんだよね、もうね。そうですね、大谷さんは何がすごいかって、寝る睡眠の質なんかもちゃんとデータ全部取ってるらしいよ。もちろんその寝具メーカーとかと一緒になっていろいろやってんだけど、自分が睡眠の質を高めるためにどういう寝方をしてるのか全部データ取ってるみたい。すごいですね。でもそうなるとどうなるかっていうとね、遊んでる場合じゃないよっていう人がより活躍できる時代になる。やっぱ頭を使ってやれる人の方がより成功する可能性が高いっていう世の中に一気になったので、何が言いたいかと差がつくね。だから日本人であっても、
もちろん彼は193センチぐらいですごい体格がいいと、もちろんそれは最初持って生まれたもので、あとはどういうトレーニングをしてどういうものを食べてやればいいかって、これダルビッシュがさ、その WBC のキャンプに来た時にずっと大谷さんと一緒にいてね、彼は何を見てたかっていうと大谷くんが何を食べてるかっていうのをずっとやっぱり毎回毎回見てるんだって。それで、でどういうそのことをやってるかってことを全部見てて、普通なかなか表に出てこないことをちゃんと見てるっていう。だからダルビッシュも30もう半ば、そうですよね、36歳ぐらいかな。それであれだけの長期契約をして、変化球だけだったら誰でも今もう全然自信があるっていうぐらいなんだけど、ダルビッシュもそれでいろいろやっぱり変わってったっていうこともあったりする中で言うと、もちろんねその 100% 鵜呑みにしてこのデータだけでやって体壊すって人もいなくはない、副作用っていうのもネットとか見ると書いてあるんだけど、そこから先はやっぱり自分の頭を使って、もちろんそれに対するトレーナーっていうのも当然いるんだろうし、いろんな人の意見を聞きながら本当に自分が目指すところを頑張っていくっていうことが、と体のバランスっていうのがうまくできると成功もするし、逆にそこで深みにはまって失敗、だから我々が YouTube 見てゴルフの スイングを直してってはまってったりするかもしれないけど、ちょっとまた違った意味でデータが出たり、やっぱり今のその弾道測定器っていうのがさあって、それゴルフ練習場とかでもあるんだけど、ちょっと球が右に曲がるとかっていうのはもう明らかに出るわけよ。それをどう直していいかがなかなか素人にはわからないんだけど、それだけでもやっぱりね価値は変わるというかね、それを分かった上で10代からトレーニングをちゃんとして、でそれに向けて体作りから何でもやってるから、今アマチュアでもいきなり試合出て優勝したりするわけよ。多分メンタルトレーニングなんかも全部やってるだろうしね、と思うとね、いや世の中ね一気にね変わったんじゃない。でこのねドライブラインっていう会社の社長がすごいのは、その作った当初からそのまあ個別の個人情報は公開してないらしいけど、ノウハウ的なものは結構周りに対していろいろオープンにしてったらしいんですよ。それによって認知も上がるしデータも集まってくるし、僕にとってもものすごく大事なヒント満載なの。なんでかというと海外不動産のデータベースをどういうふうに作ろうかってことを考えたりしてたりするわけ。実は海外不動産がさ、日本人が分かるようなこうデータで全部、まあ、スーモじゃないけどこういう海外不動産の物件っていうのがパッと分かって、でそれがもっと手軽に見れてって、これの判断が一元である程度できるようになってみたいなものができたらいいじゃんと僕は思ってる、本気で思ってるわけ。そうすると少なくともそれをやろうとしてる人から見せるとものすごくありがたいじゃないですか。それを作っていくためにまず世の中がまずそっちに追いついてこなきゃいけない、でそれをそんなに手間をかけずにできなきゃいけない、でもデータが集まってくるようにこっちがそういうなんだかなんていうのかな、もともとのデータが集まってもいいようなものの価値のあるものを作っていけばおのずとデータ集まってくるわけですよっていうような、まあ、10年単位で仕事はかかるんだけど、そういうものを作っていけたところが強いんだろうねって思うと、ものすごく僕にとってみれば、なんでこのテーマを取り上げたかと僕がワクワクするわけ。スポーツのことを応用してビジネスに応用してデータというものとその分析というものをいかにやっていって、そこに不動産の場合はそこに取引というものなんかも含めて考えると、あと法律とかそのいろんなものが重なってくるとやっぱビジネスになるのでね、だからそういうことも考え合わせてやってみるとですね、もう今やスポーツ分析っていうのはすごい世界に行ってるよね。当たり前になってきてるかもしれない。でそれが幼児化されて今までやってきた通説が全部覆ったりさ、でもこれはこれで過渡期だから必ずしも、それに本当にあれだろうね、それにやってみたらダメだって人の中にいるんですよ。だからそういう人に対して今後またどういう形でそれをこなしていくかってことを、なんていうの、それがコンサル仕事なのかもしれない、コーチの仕事なのかもしれないけどねっていうようなことなんかを考えると、 AI だけに全部頼るわけじゃないけど自分の経験値だけじゃなくてそういうところまである程度突き詰めて、それでできちゃう人はそれでいっちゃって構わない、そうじゃないところに関してはそうじゃないとかっていうこととか、多分メジャーリーガーなんか全部それが進んでんじゃない。だから1人何球しか投げさせないとかね、あれ結構超大事というか、そうなんですね、とは思う。でもほら大谷さんもさ右肘靭帯がやっぱりさ損傷するってことは、それをスポーツ
アナリクスでここまでやったらそうなるよってなればまた違ったのかもしれないけど、ね、やっぱりそこがまたちょっとそこが人間模様として面白いのかもしれないけどね、うん、ということなんか思うと非常に勉強になるなと思って今日は取り上げてみました。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。